い、明けましておめでとうございます。石田イラです。おめでとうございます。武井宏奈です。おめでとうございます。早川洋平です。さあ、これがね、流れる時にはもう実は1月7日になってるんですけど、はい、番組的にはね、第1回ということなので、はいはい、明けましておめでとうでした ね、 そうですね。2年目ですね。いや、ほんとすごいよね。すごい。2年目ということで、今回はですね、まあ、丸々1年やって52本も、そうですね、そう、毎週毎週作ってさ、52本も上げたんだもんね。あっという間だ、やっぱり踏み上げの、ね、力というか、ありますね。ありますね。ということで、その、今回はですね、52本の、去年1年間の僕たちのプログラムを振り返って、それぞれが選ぶベストというのについて、お話をしようと思います。はい。いや、だけどさ、はい、なんだろうな、 YouTube ってさ、見てる方は本当に楽じゃない、はい、好きな時に見れてパッて止めて、うん、ご飯食べてまた見れてできるじゃない、はい、でも作る方はこんな大変だって思わなかったよね。いや、そうですね。特に振り返って、僕も今回第1回とか第2回見てたけど、うん、文字通り大変そうでしたね。1回目、2回目とかね。あのね、くたくただった。頭の収録3、4回ぐらい、特に1回目か2回目ぐらいで、僕、これ収録終わってから熱出したもん。おぉ本当ですか。いや、正直さ、テレビの収録で3時間とか4時間とかね。はい、で、自分で MC をやっている、ね、キラキテレビの番組なんかで2本撮りで、あれ高速だともう4時間、6時間とかになる気あるのよ。はい。なんだけど、疲れるよ、これ。まあ、ある意味というか、ノーカットで僕らやってますね。そう、それとほら、テレビの方ってさ、優秀なディレクターとかさ、がいて、構成作家がついていて、台本があって、それに乗っ取って、こう、流れをやっていくだけで済むじゃない。そうですね。こっちはね、企画構成、出演全部自分でやらないといけないから。うんうん、なんかね、大変さが違う。おお、まあでもそれだけ思い入れのある番組になりますよね、うん、やっぱり一本一本。あったね。でも最初の頃さ、みんなだって終わった頃、ほら、ヘロヘロの顔してたよ。いや、正直もう、これ、そう、楽しいけど、なんかもう、特に僕は生放送兼ね、全部やってる。機材がね。そう、だから、正直、そういう楽しみ方、皆さんには楽しんでいただけるか分かんないですけど、最初の多分その10回ぐらいはもう僕、参加あんまできてないですよね。あ、そうですね。確かに。最初の回でさ、よく止まんなかった。止まってた。2回ぐらい止まりました。止まってましたね。いや、だから、1年よく持ったと思う。うんうんうん。でも、ある意味、うん。うん。コロナで、ね、リモートになったから、早川さんは、だいぶ楽になりましたね。あ、そうだね。機材いっぱい持ってきてたもんね。コンテンツ作りに集中できる。それと一つ言えるのはさ、企画を考える力が伸びてない？あ、 そう言いたいところです。そんなに悩まずにさ、新しい企画がポンポン出てくるじゃん、今もう。なるほど。まあ、石田イラありきじゃいけないと思って頑張ってますけど、まだまだだと思いますが、うん、頑張ろうと2年目もね。いや、でも面白いよね。でも、ほんと最初の頃きつかった。だから、でも、日本取り終わると、ほんとにくたくたで、なんかめちゃめちゃ甘いの欲しくなったもんね。で、ね、休憩のところはマックでがっつりね、ジャンクでね。そうそうそう。そう焼きバーガーでね。そう。確かに。大体マックだったんだよね。またやりたいですね。もうちょっとの進歩かな。そうだね。ちょっとね。またイギリスでなんか新しい変異株が来ちゃったじゃない。あれってもう確定なんですか、変異。いや、もう確定だし、昨日の夜からヨーロッパの市場が大荒れ。あ、そうですね、ドイツとかは一気に 4% 落ちたからね。あ、まあ、これ年明けね、どうなってるか、僕はでも、なんだかんだ言っても、うん、もうワクチンもちょこちょこ来てるから、ね、そんなにめちゃくちゃなことには一応ならないとは思います。マーケットに関心がある人に一言言っておくと、年内にそのショックは収束すると思う。年内にというか、去年にもう収束してるはずです。はい。あ、ちょっと僕ら芸能人っぽいっすね。そうだね。そう、タイムラグがあるんだもんね。そうなんですよね。ちなみに僕今日気がすごい軽いんですけど、はい、年内の締め切りが全て完了しました。はい、おー、おめでとうございます。それは、もうギリギリですよ。心が軽いですって、本当に。これね、小説家の人、はい、同業者を見てたら、嘘って言ってると思うよ。ああ、じゃあ結構早めなんですね、今日。違う、遅いの。あ、遅いの？あ、もうみんな終わってんすもうみんな終わってて、みんなもう1週間ぐらい前に終わってるはずなのに。あ、でも確かに、だってもう22日だったら普通なんかもう入校してそうですよね、そうそうそう。もう全部終わってるはずなのに。でもね、12月って年末進行だからだいぶ早くなりません？
締め切り早くなってるんだけど、いつもより1週間は。でも本当にひどいので、多分もうみんな びっくりしてると思う。いや、そうか、井田さんも大変だったけど、井田さんの担当の編集者の人も結構大変だった。もっと大変。毎年も、ね。はい。で、小説家って大体12月の半ばぐらいから、年末以降で早くなった分、ずっと休みがあるのよ。なので、みんな伸び伸びしてると思うんで。そっかそっか。さあ、そしてね、はい、この2年目の話入っていきたいんですが、忘れないうちにちょうどまあ2年目ということで、まあ公開、オンライン公開収録、去年2回やってますが、今年も早速1月20日水曜日、また、20時から、ズームによるオンライン公開収録、公開収録をお届けするとともに、公開収録というか、収録ではなかなか見られないオフトーク、あとその終了後のオフレコトークも。そうですね。あと Q&A なんかもね。はい。そうですね。やります。参加してもらってできると思います。肝心のメインテーマは井田さん、はい、公開収録。ですね、まあ、小説家になろう特集が好評なんですが、そこに質問のお便りがもう10通以上来ているので、溜まってます。そろそろちゃんと個々のご質問に関して、何か具体的に答えておかないといけないなということで、うん、まあ小説家になろう。今度はでも書くことスペシャルですね。はい。書くことスペシャルですね。はい、いや、なので第3弾なのでね、それなりに今、イラさんおっしゃったように質問も溜まってるんですが、はい、まだこれ多分告知するときは、当然まだ時間の余裕があるので、皆さんぜひぜひね、また質問もお寄せいただけたらと思います。うん、そして、はい、当然、初めてそういう小説家志望の人たちとも、こういうのオンラインの場ですけどね。あ、そうですよね。のバナナ、ぜひ、オフトークのとこでしか多分ね、質問できないって人もいると思うので、うん、そちらぜひ参加してみてください。はい。はい、じゃあ、質問来てるんだっけ？はい。質問もお便りもいただいているので、じゃあ早速、はい、じゃあお願いします。じゃあまずお便りからいきたいと思います。こんにちは、前身のポッドキャスト99回目で質問をさせていただいたものです。はい、別れた彼氏のことが忘れられませんという質問をしていただいたみたいなので。あ、はいはい、どうなったかな。いろいろと反省し、今はなんとか楽しく日々を過ごせております。ありがとうございます。おとらじになってからもニコ動で楽しく拝見しております。私は特に本に関する回が好きで、これからも集計のエピソードがあると嬉しいです、はい、ということで、さて、ある回でイラさんが最近の人はもっと鈍感になった方がいいと発言されていてドキッとしました。私は心の病を抱えており、ある時は繊細すぎると言われたり、ある時は鈍感だと言われたり、混乱することがしばしばあります。でも私の考えでは、その人が感じることはその人にとってのリアルであって、それに対して他者が判断を下したとしても客観的意見として取り入れればいいのであって、本当に鈍感になる必要はないと思うのです。自分が繊細すぎると内面化し、自己否定してしまうことよりも、めげないことが大切だと思います。感じてしまうのはしょうがない。茨城のりこさんの、はい、自分の感受性くらい自分で守れという詩が頭に浮かびます。詩人ですね。私なりの解釈では、イラさんの意味したところは、そう簡単にめげるな、ではないかと思っています。知的なイラさんにめげずに、リアルに反応する若いお二人との掛け合いもぜひ見てみたい気もします。これからも応援しています。はい、という、お便りでございました。そうね。いや、だからさ、今、本当にYahoo のコメント欄とか見るとさ、うん、ひどいじゃない。そうですね。もうとにかく最初から全否定でずっと来るので、うん、そんなにたくさんみんな傷ついているんだ、人のことでっていう。最近で言えば、あれみんな見ました？ M1 グランプリ。見てない。で、今回、その漫才っぽくない。漫才よりあれはコントじゃないかっていうのでさ、うんうんうん、めちゃめちゃ叩かれてるんですよ。だからああいうの見ちゃうと、いや、別に、ねえ、どっちだっていいじゃないっていうふうに思うんだけど、うん、そういうところは、鈍感力を本当に持っていないと潰されちゃうよね。うんうん、もう、だってそのコメントがさ、5000とか6000とかっていうレベルで、バーンってくるから。うわー、ね、死ぬほど頑張って稽古して、で、5800組のトップに立って優勝だ、1000万、イエイと思って、コメント欄開いたらさ、うん、あいつら認めないみたいなのが6000通とか来てるんだよ。うん、これ地獄じゃない。うん、いやもう本当に心の鎧みたいなのをちゃんと締めておかないと今の時代は厳しいと思うんだよね。それを逆になくすっていうのは無理ですもん、ね、うん、もう無理だと思う。というよりもその人たちも傷ついてるからね。自分たちが辛い人生を送ってるんで、人に厳しいコメント書くので、うん、そう考えるとね、うん、まあ、彼女の言うこともよくわかるけどね。ただ客観的に受け止める
ていうのがなかなか難しいよね、うん、敵は数で来るので、そうですね、いや数の力ね、見えない数ですしね、いや本当そうですよね、あとやっぱ悪いマイナスの発言って、うん、たとえその中に一つ見たとしても、うん、白い中に黒い点で目立つみたいな感じで、やっぱり、ひるねさんとかどうしてんの？もう見ないですね、私は、もう本当、そういうの、スルスルも見ないです、スルスル見ないようにします、うんうん、もう切れない でも、ようやくんとかさ、たまにエゴサとかしてんでしょ？いや、エゴサはしないですけど、ただ、たまたまこの間、うん、あるメディアでインタビュー記事を載せてもらって、うん、で、まあ、僕、叩かれること多いんで、まあ、どうせ叩かれてんだろうなと思ったら、珍しくね、うん、8割、9割、なんかすごい、ヤフにも転載されてたんですけど、うん、評判良くて、なんかちょっと動揺しました、逆に。叩かれ慣れてる。はい、そう。だから普段叩かれてもちょっと嬉しかったです、素直に。うん。それ逆だと本当しんどいもんね。普段逆の人生、嵐の人生なんで、うん、なんか光が差しました。だから、凹むのはもうしょうがないし、叩かれるのもしょうがないと思うんで、うん、それを分かった上で、あの人たちは、叩く人には叩く人の理由がある。それとこちらは関係ないよっていうスタンスが僕はなんかいいと思うんだよね。あ、でもなんかそういう意味ではこれまたなんかこんなこと言うと怒られそうですけど、うん、なんか YouTube、まあ、僕らのこのオトラジそういう意味ではあんまり気にしてないんですけど、うん、なんか逆にやっぱり物作ってる側だから、うん、どうしてもその配信してる人にさっきの M1 僕見てないですけど、うん、やっぱり共感というかね、ちょっと同情するとこがあって、うん、自分で例えばすごい気に入ってるエクササイズとかの YouTube 動画あるんですよ、はいはいはい、でそれものすごいいいものを作ってるんですけど、うん、これどう考えてもこれはあくまで試験ですけど、うん、上げと下げのマークあるじゃないですか、うんうん、でどうでもいいことなんですけど上げがね、うん、上げが2万ついてると、うん、で下げが700ついてる、確か全体の割合でいけばだから何パーか3パーだね、うん、だからそんな低いんですけど、うん、でも人のでもねやっぱりなんかちょっと腹立ってきて、あー、いや、わかる、それは別に一生懸命いいの作ってんだから700人の人なんでこんな下げつけんだろうと思うけど、まあだからそれもそうすると批判する人と同じね、うん、ことになっちゃうから、いやそれはさそれエクササイズの同業者かもしんないしさあと意味もなくなんかノリで押してる人もやっぱいるみたいだから、あー、まあね、あんま深く考えてもしょうがない で、でも2万よし OK でさ、そう、2万いいねで700って素晴らしいよ、それは、数字としては。え、その、うん、100対3だもん。わざわざ、その自分が、うん、この動画嫌いよっていう風にアピールする必要って、あんまりないなって感じるんですよね。その、やっぱ作ってる人目線だとね。そう、作ってる人だとどうしてもなんかもう、うん、もうこの人どんだけ頑張ったんだよ、お疲れ様って言いたくなるけど。うん、そうなんだよね。閉じれ、×ボタンね、ただ押して閉じればいいだけなのに、うん、そこでなんでワンアクションするのかなって。でもなんか僕、うん、真ん中に一個欲しいな。ああ。ぼちぼちでんな、みたいな。ぼちぼちでんな。こう、平行にヒューって言ってるやつが、こうとこうで、こうっていう。正直さ、すごいいいのもあるけど、ほとんどぼちぼちじゃない？うん、そうですね。いや、面白いよね。話脱線しちゃいますけど、うん、僕が今これ見てる表現材ですけど、うん、メルカリがね、はいはい、お二人は使ったことあるか分かんないですけど、ヒロさんある？メルカリないですね。でも、見はしますよ。売ったり買ったり評価するときに、やっぱり、うん、その相手の評価をね、まあ、いいね、よかったと悪かったって、で昔、普通もあったんですよ。へー、あ、そうなの。で、イラさんおっしゃってた何が言いたいかって、うん、その普通がやっぱ良かったんですよ。やっぱちょっと、イラッと、例えば放送が汚かったとか、うん、やっぱちょっと連絡があれだったら、悪いねまではいかないけど、うん、普通っていうのあったんですけど、それがなくなっちゃって、うん、だからそれに対して結構ね、賛否あって、個人的にはやっぱ普通は残しといてほしい。そうだね。なんでそんな極端な評価なんだろう。うん、そうなんだよ。それと、うん、その極端な評価が今なんだよね。いや、ほんと、白か黒か、ね。それはトランプの話じゃないけれど、うん、あるテーマがあると、それとアンチの戦いのその二つになって、すぐになんか対立が先鋭化していくじゃない、今の時代って、うん。だから、そういうのに巻き込まれない中央の間のポジションってほんと大事だよね。いや、ほんとなんか思いました。うん、そう、それはなんか僕たちもみんな気をつけた方がいいんじゃないかな。うん、特に、まだ今年ね、コロナに関しては簡単に収まるようなもんではないから、そうですね。ねえ、ワクチンだってまだまだ追いつかないし、日本は正直遅いでしょ、うん、2月とか3月じゃないですか、うんうん、ちょっとね、もう少しスピーディーに動いてほしいんだけど、今年も少なくとも前半に関しては、まあ、完全にコロナ禍なので、うん、あんまり、ね、これがいい、これがダメって言って、ギシギシしてるとね、
心が持たないから、うん、まあ、のんびりちょっとね、始まったばっかりの1年ですけど、うん、過ごしていきたいなとは思いますね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、じゃあ質問が来てるんだっけ、はい、じゃあ質問いきたいと思います。うん、はい、夏夜の散歩さん、20代の女性からいただいております。うん、はい、石平さん、早川さん。はい、すいません。石平さん、早川さん、竹井さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。はい、はい、在宅ワークのお供です。初めて恋愛相談をさせていただきます。私は23歳の社会人1年目です。この年にして、はい、この秋人生初めての彼氏ができました。おめでとう。出会いは今どきらしいマッチングアプリです。まだ交際して1ヶ月足らずとほやほやでキスすらしていない状態です。ここまで聞くとこれからの恋の、旅路に胸を弾ませているようですが、私には悩みがあります。それは、うん、私があまりにも一人が好きすぎることです。23年間彼氏なしで生きてきたのが原因なのか、デートも行く前から億劫になり、電車のホームで涙が出たり、長いと帰りたいと思ってしまうので、彼には帰宅時間を伝えるようにしています。今まで確保していた趣味の読書を削りたくないと考えてしまうのです。こんな自分に嫌気がさし、また将来的にも心配です。互いに依存しすぎず、恋人がいてもお互いペースを崩さない交際をしたいと思うのはわがままでしょうか。23年間誰も拾ってくれなかった私がこんなことを思うのは贅沢でしょうか。初めて私と付き合ってくれた彼を大切にすべきでしょうか。基本一人でも寂しいと思わないぐらい強く生きていますが、たまに考え込むと辛くなります。よろしくお願いします、という。なるほど。でもね、これね、彼女だけじゃないと思うんだよね。うん、みんな、男の子もみんな自分の時間を大切にしたいと思ってるんだよ。うん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 、だから、デートするじゃない、うん、まあ、週に1回だいたい働いていれば週末に会うみたいなことなんだから、週末に1回会う、それを2週間に1回でもいいんだけど、その時だけまあ相手に集中したら、あとは全部自分の時間ってことでいいんじゃないかな。うんうん、だからまあ、その時には、まあ相手にちょっと、一対一で頑張る。で、終わったら、ほーっと一息ついて、自分で好きな本を読むぐらいのつもりで、あと、付き合い始めて、例えば一緒に暮らしたとしても、好きな本を読んでのんびりする時間とか取れるからね。うんうん。そんなに心配しなくて大丈夫です。男の人もべったり一緒にいてほしいと思ってないから。うん、なんか多分ね、最初だけなんですよね。なんか多分、その、べったりしたいとか、うん、イチャイチャしたいって思うのって、うん、特に男性って、釣った魚に餌やらないってよく言いますけど、うん、釣るときがやっぱり一番楽しいから、その今のこの時を楽しめば、うん、あとは多分、かなりそう自由にできるんじゃないかなと思いますけどね。うん、そうだよね。たださ、うん、今のお便りの中で一つ気になったのは、うんうん、ねえ、これからのデートに向かう途中の駅のホームで涙ぐむっていうのが、ね、本当にその彼のことうまくいってるのかどうかが心配だよね。ね、本当に好きなのかな、どうなんでしょう。うん、どうかな、どうなんでしょうね。これ、その一人で、まあ、ここまでは書いてないんだけど、その彼にいわゆるこういう一人の時間が自分はすごい好きだとか大切だっていうのは、うん、個人的には言ってもいいのかなって。でも全然いいと思うね。いや、そうしないと、それこそなんか僕だったらというか、なんか若い時の自分だったら、そのいきなり付き合ったばっかの時に相手になんか帰宅時間を伝えるように帰宅時間だけ最初から伝えると、なんかもうなんかね、付き合ってるけど何なんだろうと思っちゃうから、そもそものその一人の時間がみたいなこと言った方がいい。さすがに言ってんじゃないですか。どうなんだろう、うん、僕もそれなんかもちゃんと言った方がいいと思うね。うん、このまま言ってもいいかなぐらいの、うんうん、それでその付き合い方でさ、マッチングアプリじゃん。とりあえず今の人と付き合ってみて、うまくいかなかったら、同じことをまたやってみて、うん、何人かやればさ、ああ、いや、僕も実は本当にしんどいんだよね。うん、まあ、人といるのが。でも、一人だけだと寂しいし、なんていう感じで、二人で好きな本を持って旅行に行って、旅先でずっと読んでるみたいなカップルだっているからね。ね、いますよね。うん、なんか、お互いに依存しすぎず、恋人がいてもお互いのペースを崩さない交際っていうのって、うん、なんか大人の恋愛って感じがすごいしますよね。そうそう、だからそれ自分のパターンでいいんじゃないかな。うん、だから、恋愛をしたらずっとイチャイチャしないといけないとか、盛り上がらないといけないとかさ、うんうん、そんなことない。いろいろみんな考えるかもしれないけど、そんなこと一切ないので、うん、自分の好きなやり方でのびのびいってほしいですね。うん、そして、会わなかったら別れなはれ。そうですね。
もう一人目ができたら、もう二人目からはどんどんできるから。ね。でも最初がマッチングだから逆に言うとそういう考えでこう、いいっすよね。まあまた次マッチングあるわみたいな。そうそうそう。あ、それはある。そうそう。マッチングアプリ最初使えたらもうだいぶハードル低くなりますね。ね。でもすごいね。一番初めに付き合う相手がマッチングアプリだったらさ、もうなんか、正直、入れ食い的な感じしない？楽しそうですね。いや、本当ですよね。やっぱ、女性の方が利用者少ない、うん、少ないじゃないですか、マッチングアプリ。あ、はいはいはい。だから、うん、もう、男の人いっぱいいるから、モテモテですよね、マッチングアプリ登録した男の人が。じゃあもう、若い女の子にちょっと彼氏欲しいなって言ったら、使った方がいいね。早いもんね。本当多分、早いと思いますよ。特に今ね、なかなかゼロから、リアルで会うってちょっと時期も時期だし、ね、そうだね、うん、またお便りいただきたいですね、はい、さあじゃあ、ちょうど質問も終わりました。この後ね続きは、ニコ動ですが、まあ、ちょっとだけなんか導入どうしましょうか。そうですね、今回はですね、去年やった、52タイトルの中から、はい、ひろなさんとよへいくんにそれぞれのベスト3を、はい、で僕が、ベスト5を選んできています。はい。ということで、僕のベスト5の5位だけやっておきます。おっ、ザザーン、はい、おぉ、直木賞やった。覚えてます、はい、記念すべき第1回ですよ。いやー、ね、緊張しましたし、本読むの最初大変でしたね。いやー、本当ですよね。5冊だったんだよね。うん、うん。で、これの時何撮ったか覚えてる？ 162。雲の、あ、違う。違う違う。あれ落日？あ、落日北海道のやつです。あ、わかった。はい、名前が出てくる。表紙が出てくる。あ、名前が出てくる。青と白のね。はい。熱源です。熱源だ。熱源だ。そうだ。163覚えてるでしょ？163は落日。3は長谷さんですね。そう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 。落日じゃない。少年隊ですね。長谷さん。あ、少年隊だか。あ、そっか。あ、うん、で、一応言っときますけど、162、163、的中しています。はい、はい。で、次回、いよいよ、ちょうど来週ですよ。ちょうど来週なんですけど、直前予想。候補作が6冊、今度6冊なんだよね。はいはい、多いね。そっか、6冊ですね。しかも今回はですね、全員初候補なんですよ。うん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 。で、ジャニーズのね、加藤茂樹君も入ってるし、うんうん、まあ、またバッチリ全部6冊読んで、お届けしようと思います。はい。僕の第5位はこちらでしたね。ね。まあ、その中でも話してると思いますけど、はい、ちょうど来週予想なんでまた面白いですけど、はい、なんて言うんでしょう、当てる秘訣、はい、別に馬券じゃないんですけど、やっぱりイラさんだから当てられる気はもちろんすると思うんですけど、うん、何なんでしょうね。いや、やっぱり小説としての完成度とか作品自体の力、うん、あとは文章力みたいなものの総合なんだよね、うん、だから意外と本の良し悪しが一番大事なんだけど、その人のキャリア、長谷さんの場合みたいに、うん、キャリアとか、今のそのポジションみたいなものも微妙に判断しながら読んでるっていうのはあるかな。かなり勘案してますよね。うん、してるしてる。ただ、出版社がどこかはあんまり考えてないよ。ほー。うん、でもなんか、やっぱり過去2回今の話も含めて聞いてて、やっぱり、イラさんは言ってる通り、なんか結果も、うん、なんか当てるべくして当ててるって。いや、そうなんだけどさ。理由とかもね、ドンピシャ。そうなんだけど、だんだんそれが続いていくとさ、ね、去年のね、ジャイアンツの菅野みたいにさ、いつ負けるんだみたいになってくると、最後の方がすごいしんどかったっていうから、早いうちにね、外しておきたいんだよね。来週こうですよね。そうです。そう、やって嫌じゃん。12回連続で6年間負けなしてさ、コメントも取られない。7年目とかに負けたらもう嫌だもんね。確かに、直木賞の予想どうですかって言って、イラさんにインタビュー来るかもしれないですよね。うん、そうそうそう。いや、でも今回なんかテレビ局からさ、そのあれはあったよ。あ、本当ですか？加藤くんのやつが、うん、僕入ってるから、はいはい、電話出演でちょっと、なんか、やってくれませんかって言われて、いやでも、次の日の朝なんて無理って言って読めたけどさ。うん、また、あとね、なんか来週の、予告みたいになっちゃいますけど、やっぱり手前味噌ですけど、このおとらじのね、直木賞予想って、やっぱ A 面と B 面があるじゃないですか。はい、ありますね。つまり、表面と裏面ね。はい、無料公開に YouTube ではいいことしか言いません。
でもあのコアなファンの人たちは、みんなのブラックな B 面の方ちゃんと聞いてるんで。そうですよね。はい、なのでね、まあ、そこがまた魅力でもあり、ドキドキ。いや、そうなんだけど、ちょっと時々ヒヤッとするよね。いやなんかおかげさまでね、会員さんも増えてきたんで、多分有料会員の方に関係者の出版社の人がいると思いますよ。うん、ねえ。しかも毎回当たってるとね。作家さんもいるかもしれない。でもね、あの、裏目も皆さん楽しみにしてます、はい。はい。ということで、じゃあ、次はあれですね。もうこの後はニコ動ってことですね。はい。ニコ動では、イラさんの残り4つと僕らの3つずつ、だから合計10個、ね、はい、過去振り返っていきたいと思いますので、はい、詳しくはこちらニコ動の URL から、チェックしてみてください。はい、それでは、また、はい、後ほど。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、